横手昭安寺さんに聞きます、平安武将紀行ですね、藤原の正平子、ちょっとあのいきなり戦国時代からですね、かなり戻る感じになりますけども、この方はですね奥州藤原氏の、初代当主藤原の、清平公の三男になりますよね。二代当主は元平子ですから、その方の弟という形になります。正平の平という字が、この奥州藤原氏の通字になりますから、ちょっと今逆光で見づらいんですけども、この墓碑ですね、右は小野寺氏なんで、左の一番左の、墓碑、立派な墓碑が、正平子と、これは後世ですね、これ900年碑って書いてありますけど、後世に建て直しされて、この大きな、墓石になっているという形ですね。ちょうど小野寺氏と並んでるんで、右側は小野寺氏の五輪塔タイプのものですよね。で一番右のものが多分一番古くてですね、左の2つはですね、真ん中は小野寺氏ですので、ちょっと後に後世に記念に、改修されて作られたというものになりますよね。まず正平子なんですけども、奥州藤原氏と聞いてですね、平安末期から、鎌倉時代初期、源頼朝と、平家と、日本を3つに分けた政権の一つ奥州藤原氏というところで、結果から言えば滅亡して、頼朝鎌倉幕府ということになるんですけども、正平子はですね、この地に、お墓があるというのは私も最近知ったんですが、横手というところはもう何度も来てますけども、ちょっと墓所巡りの方はあまりしてなかったんで、今回ちょっとお城関係よりも、墓所巡りを中心にということで、ちょっと立ち寄ってみました。兄弟多いですからね、2代の元平子、3代4代5代と、一応続くわけなんで、藤原氏の、まさに栄華を極めた、時代にいらっしゃったという形になりますね。ただ大名家、後の大名家というよりも、戦国時代になる前ですよね、もう室町時代のになる前、もう鎌倉の初期の時点で奥州藤原氏は滅亡してしまったんで、どちらかというと、平氏源氏奥州藤原氏と、鎌倉幕府の成立とともにですね、消えていった、奥州藤原政権ということになりますので、ちょっと深いところはですね、ちょっとわからない部分もあるんですけど、この方三男ということですけども、他にも女性も含めて、お子さんかなりいたんで、清平子にはですね6男3女って言いますから、9人、これは認められているものですあって、その他にも当然いたでしょうから、側室とか、名もない女性の方の子供とかいう形になりますから、ちょっと、分からない部分もありますけども、いずれにしても子供は多かったという形になりますよね。主な活躍というところでですね、正平子についてはちょっと見えない部分があるんですけども、どちらにしてもね、父と、兄が、奥州藤原の初代2代ということでですね、基本戦歴なども、そちらに従っていたんだと思われますけども、ちょっと混乱の時期でしたからね、後の戦国の世だけが混乱の、時代ではないですから、お家騒動もあり、権力闘争もあり、身内同士で、相争うと、殺し合うと、そんな世の中は何も戦国時代とは限らないんですよね。やっぱり武家政権がまだ、樹立してですね、樹立というかその、平家を武家政権として見る方とそうでない方いますけど、一応その公家風にはなってますけど、一応武家部門としての、政権では初めてですから、その後源頼朝と、この藤原氏も、武将武家ですから、この3者がですね、同時に立っていた時代がちょっとあってですね、これまたある意味ややこしい時代なんですけど、鎌倉幕府の成立をもってですね、ほぼ日本が統一されたと、統一ですね、されたと言っていいと思いましたね。で、武家政権の確立というところで、最近では1185年って言ってますよね。昔はいい国っていう1192年でしたけども、守護自党、要するに全国へ支配権が及んで、幕府の成立ということで、1185年ということですから、藤原氏もですね、その栄華を極めたといっても、まさに藤原文化というような、奥州とは言ってもですね、京都よりも、財政的には上だったんじゃないかと思うぐらい、
まあ、華やかな文化が今も残ってますよね。まあ、そういうところで、まあ、ちょっとそちらはまた別な機会にと思いますね。ちょっと今日はお墓のご紹介だけでした。はい、奥州藤原氏第2代、当主の、弟で、清平公の三男、藤原の正平公墓所でした。